さあ続きをやっていきましょう。アンテイクの人たち。簡単な荷物の整理をしながら最低限必要そうなものをカバンに詰め込んだ。アンテイクにいた半年間で増えた私物は店長に処分してもらうことにした。最後の最後まで迷惑をかけてしまったことに申し訳なさを感じたが、僕は彼の言葉に甘えることにした。一刻も早く木島に会わないと。奴は僕を追っている。こちらから連絡を取れば誘いには乗るだろうが、どんな罠を仕掛けてくるかわからない。奴が一人きりで捜査をしている時を狙う。何を話すべきか。そもそも話を聞こうとしてくれるのか。どうすれば兄さんを助けられるか。そして僕はどんな選択をすればいいのか。考えは尽きない。でも決着をつけようという僕の意志は固まり始めていた。ただもしも僕が木島に殺されたら、決着をつけるというのはそういう可能性もあるということだ。アンテイクの人たちにはもう会えないかもしれない。挨拶をしていくべきだろうか。突然肩を叩かれ、意識を現実に引き戻される。なーにしけた面してんだよ。しましま、何その荷物、旅行？それか家出じゃねえの。先輩のいびりに疲れてよ。あんたのね。てめえのだよクソアマ。あ、錦さん、東華さん、たく、あんたさ、何その顔。そんなガチガチの顔で接客される方の身にもなりなよ。たく、ほんとそうだぜ。この世の終わり みてえな顔して金気じゃあるまいし。あ、はあ、ほんとそう。錦さんの一言で一瞬東華さんの表情がこわばったが、すぐに呆れたようなため息をついた。あんた見てるとあいつ思い出すよ。やめるの？え？アンテイク。何も言っていないのに東華さんがそう感じたということは、金木さんもアンテイクをやめる直前、今の僕のような表情をしていたのだろうか。何かを決意してアンテイクを去っていったのだろうか。僕、アンテイクの人たちが好きです。はあ？はあ？何言って。ユーモアで笑わせてくれるコマさん、いろいろなことを教えてくれるイリミさん、無口だけど頼れるヨモさん、いつも優しい店長。錦さんは言葉はきつくてドライに見えるけど、実は熱い感情がある人で。え？ああ、気持ち悪い。なんだよ急に。東華さんは最初怖かったけど、本当はすごく優しくて努力家な人で。そんな人たちと一緒に働けて僕は本当に幸せでした。僕、一瞬木島とのことを話しそうになって口をつむく。何も告げない方がいい。いらない心配をかけたくない。そのまたアンテイクに戻ってきてもいいですか。たく、どいつもこいつも。なもん、お前が決めることだろ。好きにしろよ。ただな、穴開けた分100倍はこき使ってやるから、てめえ覚悟しろよ。分かったかリオ。はい。錦さん。はい。なんで嬉しそうなのよ。はあ、どいつもこいつもなんでそう大げさなの。普通に店に来ればいいじゃん。コーヒーぐらい出してやるから。東華さん、ありがとう。私もう誰かと約束なんてしないことにしてる。でも死なないって約束して。気づいてるんだ、僕が危険なことをしようとしていること。答えなくていいよ。守るなら勝手に守って。行きなよ。また。ああ。おう。僕はアンテイクの仲間と半年間使い続けたロッカーに別れを告げた。おお、なるほど。情報整理。情報を持ってないけどいけるのかな。あ、まあ持ってるっちゃ持ってるか。会ったことを話せばいいんだよな。糸井さんのところに寄ってみよう。木島について何か情報があるかもしれない。結局ジェイルの手がかりはつかめなかったけど、糸井さんたちにもお世話になった。新しい情報も入っているかもしれないし、久しぶりに顔を出してみようか。
お、少年じゃないか。座れ座れ。店内にはイトリさんとニコさんがいた。こんにちは、イトリさん、ニコさん。緊張が続き、張り詰めていた僕の心にはイトリさんの明るさが嬉しかった。あら、あなた、今ちょっと笑った？嬉しいわ。私との再会を喜んでくれているのね。単に面白い顔を見て笑っただけでしょ。あら、イトリ、そんなに自分を卑下するのも、卑下するものじゃなくてよ。いくらあなたがブスだからって。ブス？卑下してないわよ。つうか、卑下はあんたでしょ。あらやだ、私卑下伸びてる？と、なぜか僕に話を振ってくるニコさん。僕は曖昧に否定しつつ、ニコさんの隣の席に着いた。で、どうした？はい。木島について。は？木島？お姉さんの聞き間違いかな？いえ、間違いじゃないです。今は木島を追っているんです。まあ、最近は鳴り潜めてるみたいだけど、前よりは目撃情報聞かなくなったわね。そうですか。やはり自分の足で探すしかないようだ。まあ、そんなわけで木島についてあまり力にはなれないんだけど、他に聞きたいことはあるかな？そうですね、今までの情報を整理したい。今までの情報を整理させてください。なるほど、まあいろいろあったもんね。いいわよ、私も相手してあげるから、思い出話に花を咲かせましょう。あー、なるほどね、総集編みたいな感じになるのかな。まあ一応分かってると思うし、もう十分ですしよ。いえ、もうお話は十分です。ありがとうございました。あら、本当にいいの？もう大丈夫。ありがとうございます。はい、もう特に伺いたいことはありません。ありがとうございました。そう、ならよかった。まあ何かあったらまた来な。ガキでもいっぱいぐらいおごるわよ。そうよ。たまには遊びに来てね。ブスとオカマしかいないけど。ブスなオカマと美女しかいないけど。はっはっは。イトリさんとニコさんの掛け合いに苦笑いしつつ、僕はヘルタースケルターを後にした。おやおや、この音は。久しぶり、リオくん。木島、どうやら今日も一人のようだ。おや、どうした？今日は逃げないのかね？僕はもう逃げない。お前と決着をつけに来た。お、決着？それでどうしたいのかね。決着をつけるとは？このままジェイルを探し続けても仕方ない。それにいつまでもお前のもとに兄さんを置いておけない。僕はあなたを使って兄さんを助け出す。ほほう、私を使う？ CCG を脅す機会？はは。私みたいなボロ雑巾に人質としての価値があればいいがね。ひひ。リオ君、思えば君とも長い付き合いだったが、今日でお別れだね。来い、キジマ。マジか、どうしよっかな。なんか一番この攻撃が強いような気がするから、これでいこう。よし、あ、どうしよっかな。ブレイク、ちょっとね、ブレイク結構難しいんだよね。なんかタップできないから。だからこれしよう。うかくびかくピース。あ、でも効果か。どうしようかな。これにするか。確率上昇のうかくびかくピースつけておこう。さあ、勝ってるかな。いきますよ。全てよ、この一撃に。全てですか？全然減らないんだけど、びっくりするわ。強っ。嘘だろ、強すぎ。あれ、早い相手。マジか。待って、強い強い強い、強すぎる。そうだろ、めっちゃ強いんだけど。待て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 、戦うルートしかないのか。うっくっくー。
ひひ。どうしたリオ君、先ほどの異性はどこへ。ぐわくわ。痛いか。だが私がジェイルから与えられた痛みはこんなものじゃなかった。わかるかね。片足を奪われ動けなくなった体を引き回される感覚が、あの無力感。ああ、いくら言葉を重ねても伝わらないだろうね。だから君の体に直接教えてあげる。この時が来るのをずっと待っていたんだ。結局リオがジェールなのか。ひひひゃはあ、マジ。まあやられるよね、あれは。自分の実力、マジか。そうかそうかそうか、仕方ないな。最後のマップからリトライできます。情報整理をする前に他のとこに行った方がいいのか、それとも、ここでの選択は間違いだったのか。まあちょっと錦のとこに行くか。いやー、負けちゃったね。おいリオ。あ、錦さん、なんだそのめんどくさそうな顔は。いえ、そんなことは。実際面倒だとは思っていないけど、この人結構口が悪いからな。何を言われるか、言われるやら思わず警戒しちゃうよ。まあいいや、俺と手合わせしろ。え、最近ちょっばかり特訓してきた。今日は負けねえぞ。ちょっとばかりじゃねえのか。ちょっばかりってなんだ。あれ、特訓なんだよそのいぶかしげな顔は。いや別に、前回は手を抜いてくれたって言ってたような気がし、なのに特訓してきた。あれやっぱり本気だったんだ。なんだよジロジロ見やがって。威嚇してんのか。いえ本当に何も。なんかお前俺のことバカにしてねえか。う、妙に勘がいいな。で、手合わせすんのかしねえのか。せっかくだからここで訓練しておくか。断ると錦さんも不機嫌になりそうだし。お、やる気みてえだな。よし移動すんぞ。嬉しそうだな。よし、ここなら人目もねえな。じゃあ俺の自主練の成果を見せてやるぜ。自主練してきたんだ。この人意外に真面目だよな。何をぼさっとしてやがんだ。そろそろ行くぜ。負けたらどうしよう。だってスキルさ、一応治癒つけておくか。微笑アップ、これいらないな。まあこんな感じかな。勝てるんだろうか。なんか最近戦闘ずっと負け続けだからさ、自信なくなってきちゃったよ。この一撃に全てを。うかく落ちねえな。強いんだけど、めっちゃ強いんだけど。効果効果きた。強い。強い。めっちゃ強い。この一撃に全然 HP 減ってないじゃん敵。くっそー、強かった。強かったな。う、錦さん特訓の成果が出ているな。へへ、今回俺の勝ちのようだな。どうだ、地面に這いつくばってる気分は。いい気分ではないです。そうだろう、悔しかったらもっと強くなってみせな。この俺に勝てるくらいにな。はい、はい、まあ気が向いたらまた相手してやんよ。それまでの間しっかり腕を磨いておけよ。ほんと僕ももっと訓練しなくちゃ。なるほどね。ローか。ルチアなんかもう勝てない気がするから、とりあえずローのとこに行ってみましょう。こんばん。探したわよ。
うわ、最悪だ。お久しぶりね。相変わらず美味しそうな肌をしてるわ。うふふ。とりあえず逃げよう。アン、無視しないでよ。ほんと嫌な子ね。急いでいるので。あら、用事があるの？だったら全部キャンセルし、キャンセルね。だってあなたはここで私に食べられてしまうのだから。エロいですね。うふふ、私に食べ損ねた、ごちそうのことはいつまでも気にしちゃうタイプなのよね。わかる？あなたのことよ、坊や。うふふ。く、すごいプレッシャーだ。あなたってどんな味なのかしら？どんな歯ごたえなのかしら？そしてどんな匂いなのかしら？今から確かめてあげるわ。さあ、お食事の時間よ。私が何を言いたいかわかるでしょ？全然わかりません。照れているのかしら？かわいい。さあ、私の美貌の糧となりなさい。マジで？マジで？マジか。つけますかね。うかくびかくピース。これがね、敵ブレイクにつながるのか、ブレイクより優先してスキルの方に回すのか。あー、すげえな。これは多分できないだろうな。口角と鼻角か。口角が一つもねえんだよな。あ、でもなんかだいぶ張ってるな、これ今。でもこれなんか相手って強化されるんだっけ。そういや、やべ。強いな。は？マジ？敵もスキル使って、あ、そうか、使ってくるって言ってたな。強いよ。ぐわ。うふ。いつディナータイム。どうやってあなたを食べるかって。もちろん生で食べるに決まってるでしょう。うふ。いやだ、兄さん、助けて。マジか、積んだわ。負けちった。やべえな、どうしよう。やっぱここでの選択ミスだと思うんだよね、正直。行くか。ちょっと飛ばすね、選択肢まで。とりあえず木島について聞くでしょう。で、今までの情報整理したいで、ジェイルと木島について。まあそいつらについてはあんたの方が詳しいだろうけど、いいじゃないの。特には人に話した方が気持ち整理つくものよ。お、さすがニコ、男の気持ちがよくわかってるね。そうよ、いい女ってのは男の気持ちがわからないと。あんたを見習いなさいよね、リオくん。ニコさんのウィンクに苦笑いして受け流しつつ、視線でイトさんに話を促す。まあ冗談置いといて、ジェイルってのは正体不明の凶悪なグールだったわね。はい、僕は未だにジェイルの影すら見たことがないないが、奴は凶悪なグールだということは知っている。何しろあの手強い木島を完膚なきまでに叩きのめしたのだから。ジェイルのお尻をしつこく追い回してるのね。まあジェイルのせいで全身ズタボロにされちゃったからね。相当その人、相当の魔族ね。話が合いそう。でもせっかくジェイルを見つけても返り討ちにされちゃうんじゃないの。どうだろうね、体はボロボロだけど今のあいつは復讐の鬼だからね。相当腕も磨いてきたんじゃない。うちの客もかなりあいつに駆られたみたいだし。ふーん、そんな木島を相手にするなんて男ね、リオくん。どうも。まあジェイルについてはこんなところかな。他に話したいことはある？あー、これやっぱりあれなのかな、来ちゃうのかな。金吉さんについて情報を整理したいんです。金吉ね、あんた直接会ってるみたいだし、いいじゃないの、本人だからこそ面と向かっては聞きづらいこともあるわよ。まあね、ニコのくせに正論言うじゃん。心外だわ、私はいつでも常識人よ。おっと、ごめんね。で、金木の話だったわね。金木くんか。私も詳しくは知らないけど、彼って元は人間だったのよね。そう、ハングールといっても根血って意味じゃないく、作られたハングール。金吉は人間だった頃に事故に遭って、グールの内臓を移植されることでグールになった。まあ何だってそんなことになったのか、よくわからないんだけどね。それが知りたくて金木くんは移植手術をしたお医者さんを追ってたんでしょ。そうみたいだった。
加納先生は青桐の木に連れ去られたみたいだけど、金木さんはグールになったことを後悔しているんだろうか。でもさ、その手術がなかったら金木くんは死んじゃってたかもしれないんでしょう。僕の内面を見透かしたかのようにニコさんがつぶやく。いろいろ苦労もあるだろうけど、死んじゃったらおしまいだもの。金木くんも開き直って生きるしかないわよ。開き直るか、ニコさんらしい前向きな考え方だな。でもニコさんの考えを否定するわけじゃないけど、きっと金木さんはそういう風には生きられないんだと思う。近くで見ていればわかる。まあ金吉についてはこの程度しか言えないね。何か他に話したいことはある？そうですね、アンテイクかな。アンテイクについて情報整理したいんです。アンテイクだったらあそこでバイトしてるあんたの方が詳しいと思うけど。まあいいわ。アンテイクって二塾にあるんだったわよね。うん、レンちゃんもよく足を運んでるよ。パシリとしてレンちゃん、ヨモさんのことだな。少年も金吉と同じくあの店に助けられたわけでしょ。そうだ、僕はアンテイクのみんなに命を救われた。コクリアから脱獄した僕を助けてくれたのはヨモさん。そしてヨモさんが僕を預けたのがアンテイクだった。アンテイクは店長をはじめとしたスタッフ全員がグールという喫茶店、二塾のグールたちをまとめ上げ互いに助け合う店だった。そしてそんな店だからこそコクリアから脱獄したばかりの僕の面倒も見てくれた。グールになったばかりだった頃の金木くんもアンテイクにはお世話になってたみたいだね。まあ元が人間じゃグールとしての生き方なんてわからないだろうしね。金木さんも僕と同様アンテイクに救われあそこで働いていた。だけど、うん、でも彼アンテイクにもうずっと顔を出してないんでしょ。金木さんはアンテイクを抜け月山さんや万丈さんと共に凶悪なグールを買って回っていた。アンテイクのみんなは金木さんの帰りを待っているみたいだった。まあアンテイクについてはこんなところかな。他に何かある？そうですね、もう十分です。で、飛ばしてもう少し話にしてみるか。特に用はないです。あら本当にいいの？もう大丈夫、ありがとうございます。特に伺いたいことはありません。ありがとうございました。来ちゃうか。くそー。でここで、来たよね。戦闘だよね。攻撃が通らないということだから、輪郭、尾角、右角、輪郭か、口角はいらないの。これ結構判断が難しいんだよね。 15% 分回復って結構強いと思うんだ。一回整理しよう。これにしようか。これにしよう。これにして一応ね、入れとくとして、あ、防御力でもいいな。一応この攻撃のスキルも入れておいて、勝てるかどうかは知らないけど。やっべ、口角とか入れちゃったんだけど、しくった。マジ？これどうしよっかな。くっそー、厳しいな。とりあえずこのパートはここで終わりましょう。マジか。お疲れ様でした。